そしてあの方から猫の姿が、はい、復活してきましたね。はい、ビーカーの中に猫の人形が入っています。キャラクターです。猫のキャラクターです ね。ここに、この透明の丸っこいやつですね、これ吸水ビーズ市販品なんですけど、よくあの植物の栽培のね、あの水の補給としてね、使われているものです。ビーズを入れていきますと、猫の人形が見えなくなっちゃいました、ね、若干ちょっとあの透き通って見えるかもしれませんけど、これはあの吸水ビーズとあと空気の層のこう屈折率の差の関係で、まあ、前反射っていうんですけどね、あの光がこう通りにくくて猫が見えなくなってしまっているということですね。そこにあのこれただの水なんですけど、水を入れるとどうなるかちょっと観察してみてください。はい、水を入れます。そしてあの方から猫の姿が、はい、復活してきましたね。はい、見えてきました。で、吸水ビーズそのものが逆にこう見えなくなって、猫の人形がはっきり見えるということですね。はい、もう一回水抜いてみますね。水を抜いてみると、吸水ビーズのこの丸い吸水ビーズがはっきり見えて、その代わりまた猫の人形が見えなくなってしまいましたですね。また水を加えてみますね。はい、はい、やっぱり下の方から吸水ビーズの形が逆にこう見えなくなってきて、人形がよく見えるようになると、ね、はい、まあ、ビーズの方はこう取り出すと形がはっきりこう見えるわけですけどです、ねね、これはあの、吸水ビーズとあと水の屈折率がほとんど同じなので、まあ、光があのそのままストレートにいくと、これ水を抜いてしまうとビーズと空気の層の境目で、あの光が激しくこう屈折するので、見えにくくなってしまうわけですね。